はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はアーツオブアイアンを太陽国プレイの続きをやっていきたいと思います。でもうここまでですね、日本軍と中国軍のおつばぜり合いに巻き込まれるような形でずっと戦ってきていたんですが、今回はですね、いよいよご覧の通り日本軍がものすごい勢いで中国を追い込んできているので、国境の警備にね、戦力を温存したいなというふうに思っています。なので早速国境、ここに自動車化大隊を配備していきましょう。で、その他の沿岸地帯はですね、すでに歩兵を配備してますんで、この歩兵でなんとか守りきるという作戦ですね。まあ、ただ日本軍の強襲上陸が入ってくる可能性があるので、それに対しては十分な注意を払っていきたいと思っています。司令官じゃあ誰か任命していく。みんな1だな、スキルレベルが。いくらなんでもスキルレベルが低すぎるだろうみんなっていう低さを醸し出してるけど、まあ誰もいないよりかはマシっていうところかな。じゃあちょっとこの将軍クラスですね、これよく見ると元帥じゃないと軍団長みたいなのにはなれないんで、しょうがないですねこればっかりは。とりあえず国境の防御をしておきましょう。割り当てられてない師団とか、まあ、この辺りはね順次増強しておきましょう。人材不足か。とりあえず貿易から見直していこう。貿易の貿易元ですね、輸入量が多いところっていうと、今だとアメリカから輸入しているこれをまずゼロにしましょう。オーストラリアもゼロ、大陸から輸入する方針に変えます。なのでソビエトから輸入、ソビエトから、そのソビエトから不可侵条約ですね、これはむしろありがたいんで結んでいきましょう。そうすると鉄の輸入量もうちょっと欲しいかな。ここまで輸入しておいて、あとはイギリス領インド、こっからも鉄を輸入しちゃおう。これで鉄は大丈夫ですね、鉄だけはガンガン入ってくると。ドイツも不可侵条約、もうこれはドイツ第三帝国が滅んだ後ですね。でノルウェーから輸入しているこれもゼロにします。でノルウェーではなくてイギリス領インドから輸入で、アルミですね、アルミも変えます。アルミもスウェーデンから今だと買ってますが、これをソビエトに変えちゃいましょう。32個もいらないな。必要な分だけってなるとイギリス領マラヤ、ここはね結局使うんで、船を使わない大陸から欲しいんですよね、イギリス領インドから。ただこれだと必要生産量が3に対して1しか輸入できないのか。アルミが取れるところってなると知れてるな。そうなるとオーストリア、ソビエト共和国、ここはそもそも敵国ですね。ユーゴスラビア、ユーゴから輸入するか。これで全て生産はプラスに転じるんじゃないかな、貿易量としては。生産のための貿易量っていう意味ですね。あとはディシジョンがいくつか打てるということなので、やっておきますか。
内戦の準備とかね、政治論議を開くとかありますけど、あとは農業用の土地収与、マレー北部に建設スロット1をゲットか、これ大きいな、これやりたいけど。あとはラタナ行進の伝統強化、よし、これをすぐにやっちゃおう、今余ってるからね、どうせ。で、あとは何、ラッタナ行進王国の復活にしちゃった、そういうこと、そういうことか。ちょっと待ってくださいね、不可侵条約が来てるのでこれは結んでおきます。タイではなくなりましたね、うかつにも。かなりうかつなことをやっちゃった感じがしますけど。さあ、あとはもうできることは全部やっておく。そもそも余ってるからね、余ってるけど、余ってるけどやることがない感じか、もうすでに。じゃあこのまま見守りましょうか。タイ王国ではなくなってしまったっていうのはね、致命的ですけど。さあ、急いで撤退してもらいましょう。撤退、まあそうか、今だと順番的にそうなっちゃってたな。なんで一旦命令を削除してから撤退ですね。各部隊に撤退命令を出します。でその上でこの自動車化大隊は前線を中国との国境地帯に配備していきましょう。おそらく中国がこのまま押し込まれてくるんじゃないかなと思うんですよね、日本軍の攻勢の前に。不可侵条約をみんな結んでこようとするのは何でなんだろう。そんな力ないけどね、この大王国には。中国が降伏したか。いや、いよいよ危なくなってきたな。ちょっと内容確認しましょう、これは重要なので。第四帝国が13州を得たということで、中華帝国は傀儡化された。いろんなところが傀儡化されてる。でだ、危険なのが、いよいよ日本と国境を接したタイだな。国境の警備も危ないぞ、大丈夫か。国境の警備は日本軍が強襲上陸をかけてくる可能性のある港を中心に守りましょう。で、自動車化大隊は急いで戻るというところかな。非常に危険だなこれ。中国大陸はほぼ日本の勢力圏に収まっちゃった感じだな。急いで撤兵しましょう。微妙にここが大王国の領地になってんだな。いわゆる部隊が残っていたっていう、それだけの理由で。ただ、これはむしろ今となってはマイナスなんで、とにかく急いで急いで。急いで兵を引き上げましょう。
前線がうまく引けないな。微妙な感じになっちゃってるんで。日本軍の進撃をなんとか食い止めなきゃいけないですからね、この後は。日本軍の進行は早いぞ。ここから急いで戻って防御を固めないと。このハノイで食い止める感じかな、日本軍の進撃を。イギリス艦隊と日本軍が戦闘中か。イラクが数軸国加盟で、そのイラクに対してソビエトが宣戦布告。もうごっちゃごちゃだな。ラッタナ後進王国だからね、もう大王国ではなく。イギリス軍が頑張ってるね。でもこうやって見るとこれイギリス軍でいいんだよね。イギリス領インドがついに日本に対して攻撃を仕掛けてる感じか。そうすると我々としても自動車化大隊を投入して領地を切り取りに行く。むしろこれを好機として。中華帝国に対して宣戦布告できるのかな。ちょっと中華帝国見ておきましょうか。もうすでに戦争状態に入ってるね、これは。なので宣戦布告の必要もなく普通にこのまま領地を奪い取っていこう。自動車化大隊がどこまで機能してくれるかだな、こうなると。地味に国がね、数軸国に加盟したりしてるのが気になりますけど。さあ日本軍との全面対決になってるけど、ここは他の連合国軍の支援も仰ぎつつ進撃していきましょう。タイのタイ場所を増やす。
まあ、日本軍よりはね有利に進められるんじゃないかなと思うんですよね。ラッタの古神王国になっちゃいましたけど、タイですかね。パラシュート部隊が、パラシュート部隊がさらに1個できてるね。よく見るとパラシュート部隊に、じゃあ部隊長を任命しよう。部隊長は君だ。さあどうなのかな、有利には戦いを進めてそうですけどね。今のところイギリス軍入ってきてるし、まあ、イギリス軍に助けられてるところは大きいのかなとは思うんですけど、これでもね昆明までもう来てるよ。結構頑張ってるよね、こうやって見るとタイム。ラッタナ行進王国、もはや我々はラッタの行進王国ですからね。いや、ラッタの行進王国めっちゃくちゃ頑張ってるよ。こうやって見ると。さあ、前線をさらに押し上げていこう。今こそ好機だ。包囲殲滅して、かつ自国のね領域も広げられれば、戦勝国としてかなりの大きな貢献度になるんじゃないかな。で国家方針ですね、何入れていこうかな。もう行ってもって感じなんだけど、ラッタナ行進王国としてはどういう方針に向かうべきか。中立主義の特化、政治的な思惑に入っていくぐらいだったらどうだろうな。陸軍の訓練とか入れとく。これ師団の訓練時間が短くなるっていうのはね、地味に嬉しいですからね。自動車化大隊無理してでも編成した甲斐があるな。ここまでは順調に頑張ってくれてますよね。いや、イギリス軍のこの戦車だな。この戦車がめちゃくちゃ強いんだな。一気に領地、ラッタナ行進王国、めちゃくちゃでかくなってますもん。これ見ると、だって、ラッタナ行進王国すっごい大きいですもんね。いや、これ国境を接したのはむしろプラスに働いてるな。ちょっと資源マップ確認しましょう。資源マップこのまま行くと、ここでタングステンを手に入れたけど、さらにここにある鉄欲しいな。鉄、ここまで進軍しよう。いや、これ一気にタイが大国化する可能性があるな。イギリス軍の援助を受けてめっちゃくちゃ大きくなっていく。日本軍に強襲上陸をかける余裕はないだろう。中国に対してはね、ガンガン攻め込みましたけど、ほぼ何もしてないのに領地が広がっていくっていうのも素晴らしいよな。完全に連合国軍の支援を受けて、ちょっとね
マウスが流れちゃいましたけど、こうやって見てもね、ラッタの更新動くめちゃくちゃ大きくなってるもんな。さあ日本軍をこのまま包囲殲滅していこう。生産のラインとしては輸送機は一旦止めちゃう、もう輸送機を止めて、輸送機の代わりにどうする？軍用トラック、軍用トラック入れるか、もしくは歩兵装備、歩兵装備だな、歩兵装備をさらに作ろう。各方面で頑張ってるからね。そしたらこれもうちょっと強めの進軍をかけていく。今はね、前線から攻撃線を引きましたけど、先方線を引いたんでより前進力が増すはずです。いや、これ本当に連合国軍側について大正解ですね。こうやって見るとだってラッタナが、ラッタナめっちゃ大きくなってるもんな。大国化するためにはどうしてもやっぱり中国大陸の資源を確保しておけば、第三次世界大戦に向けて準備ができるようになるからな。ちょっとそういう方向にしていきたいですよね。で、あとはですね、今後の国家方針のところは、さっきもう何も考えずに陸軍訓練を入れましたけど、できれば研究枠を増やしたりしていきたいんだけど、独自のものではないので、追加の研究枠が50の工場が必要か。50の工場はまだまだ先が長いな。どうしてもこの辺りは インフラが整ってない分、補給も少し弱いと言われれば弱いよね。あ、アメリカ軍とイギリス軍が交戦途中か。まあ、アメリカ、イギリス連合軍が日本軍と戦闘中って言った方がいいかな。じわじわとじゃあ日本軍を追い詰めていきましょう。まあ、流れとしてはすごくいい流れでここまで来てるので、この流れを維持しつつ戦勝ポイントをいかに稼ぎ出すかですね。いや、アメリカ軍、イギリス軍本当強いわ。まあ、とはいえね、これ以上戦力を割くには本土を防衛している24個の歩兵師団を前線に投入しなきゃいけなくなるんですけど、そうすると最悪日本軍がね、
強襲上陸かけてきた時に対応する部隊がゼロになってしまうんで、それはちょっと避けたいんですよね。そうなると今いる既存の自動車が大隊でなんとか対応していくしかないよな。自動車が大隊は、ただもうこれ前線投入できるだろう。ここまで訓練が進めば投入しましょう。これで自動車化大隊は16個師団構成になります。お、前進したね。全然前進してるね。すごくいいよ。さあ、そしたら前線を一旦敷き直しましょう。掘削が入ったかな。そしたら次どこに進むかな。もう結構それなりに研究も進んできてますからね。産業の方はというと、核の方に手を出していくっていうのはどうだろうか。核爆弾、いや核に進むんだったらレーダー基地とかいらないしな。いらないんだよなレーダー基地。いらないけど核の原子炉は欲しいんで、核を研究しよう。さあ着々と、本当に着々とラッタナ更新王国の領土がもうみるみる広がってってるけど、これ本当に嬉しいわ。あとは資源地帯を確保できれば言うことなし。ここだな。ここの鉄20を取れればもう言うことないですね。まあ、ただイギリス軍とそのアメリカ軍の支援があるんで、このまま順調にいけば取れる可能性が高いけど、少し劣勢になってきている部分もあるな。赤い、戦闘モード、戦闘表示が出てるのは押されてるところですからね。
輸送機しかないのか。ここに戦闘機を用意して航空支援をあだらせて効率化したいなと思ったんですけど、ちょっとそれには無理がありそうですね。とはいえ日本軍に対して中国が負けたことによって国境を制して一気に領土を広げるチャンスが来てるからね。さあ戦闘はまた一進一退、赤半分緑半分みたいな状態になってきましたけど、こっからまた盛り返していきたいですね。スピードを上げて、これだってラッタの後進王国が東南アジアを完全に食ってますからね。でさらに中国の南部も食うとなると本当に大国化する可能性があるな。インドと肩を並べるぐらいの大国化する可能性ありますね。まあソビエトのデカさ異常なもんあるけどな。戦闘状態を見守っていきましょう。まあ、日本軍もね、戦線が縮小すればそこに残された手段を集中的に配備してくるのは間違いないんで、そうなると膠着状態に陥り、場合によっては反撃を受ける可能性もあるので、少しね状況は見守りながら進軍するところの、まあ、駆け引きというかね、そういったものはしっかり見極めていきましょう。パラシュート部隊を無駄にここに降下させましょう。ストンと落ちてきますからね、パラシュート部隊が。対して進軍を続けていきます。惜しい資源があるのがやっぱこの辺りまで進んでいきたいよな。資源量としては何、どんくらい今取ってるわけ。採掘量は鉄はゼロになってるもんね。鉄は絶対欲しいよな。パラシュート部隊は降下して、ちょん。
とここも効果してます。さあ、じゃあ自動車化大隊を前線にまた再度引き直しましょう。はい、というわけで、今回思わぬ棚ぼた気味に領土を広げていってますけど、時間がいい時間になってきましたので一旦ここで終わりにしてですね、今後はこの太陽国、まあ、今やラッシュな後進王国になっちゃいましたけど、この太陽国がさらに大国化するために、次回はね、日本の中国領土を侵攻していきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。